ても何もない、わずかな段差でもあれば言い訳できたのに、いつも僕だけ一人、うまくいかないのはなぜ、背中丸めてうつむきながら答えを探そうか、青空のせいじゃない、ずっと見上げてたわけじゃない、期待しないってことは夢を捨てたってことじゃなくて、それでもまだ何か待ってること、つまずくことなんてないだろう、景色を見ない人生は幸せなのかな、慎重に生きろなんて大人たちは言うけれど、行きたい方へ